蜀軍は帝軍山での戦いに勝利、敗れた魏軍は迅速に撤退した。宝刀は追撃、軍神の娘韓銀平、非力ですが頑張ります。ジョシュ殿、私は何をすれば。君の言う通り、敵は雨を利用するつもりだけど、そうはさせない。戦況に応じていろいろとお願いする。俺からの指示をよく聞いてくれ。さあ行こう。君の力も俺の策に必要なんだ。皆奮戦せよ。兄者の天下のため慶州を制するのだ。兄様たちも一緒で嬉しい。私も頑張らないと。万丈の地形、そしてこの雨、には必ず水を使って済む。まずは水系の準備を阻止しましょう。北の砦を制圧してください。すごいな、その力どうやって身につけたんだい。崖の上に登れます。水門に向かいましょう。その首もらい受ける。いざ。うまくいきそう。これでいいかな。我が娘ながらとてつもない豪遊よ。水門の開放間に合わぬか。ここまで早く水系に気づかれるか。包囲を固め、関羽を追い詰めよ。水門は抑えられましたか。これで一安心でしょう。水系がなっていれば彼らは壊滅していた。感謝するぞ、ジョシュ殿。よし、次は守りを固めましょう。相手
境前の敵を撃破してください。全命、宝刀殿率いる援軍が到着しました。いやー、漢中から漢中は遠かったね。もうさて、こっから一仕事だよ。早々の手下どもよ、馬防騎の槍で貴様らを貫く。ここが正念場ってやつだね。頑張って敵を倒すよ。漢中から援軍が来るとは、なんとも心強い限り。工兵隊、巨砲を配置してくれ。これで城の守りは大丈夫だろう。関羽が繁盛に行き、義が攻める。よし、俺たちは様子を見つつ前進だ。報告、皇軍がこの地に現れました。繁盛に向かって進軍してきます。なんと、孫軍、命を捉え、我らを攻めるつもりか。殿こそ目を覚まされよ。かつて秦羽殿が描いた天下二分、まさか僕と目などいかほどのものか。孫のためならば俺は秦も義も捨てる。この民を救わんとする、ならば我も手を重ねばなるまい。ああ、どうしよう。支えとなるのだ。報告、黄巾刀が戦場に出現。五軍を食い止めています。ありがとう。俺も数つ兄者が人徳を示すとは言えた。ここまで来たか。ならば俺も相手をせねばなるまい。見ていて。さすが見事な腕前だ。さて、俺はこの辺で引き上げさせてもらおう。伝令、義の増援が到来。下降遁の軍です。傷攻めはまだ待っておらん。見ていて。ならば俺がやらねばなるまい。また水門を狙って、手が回る方は水門の防備を頼みます。援軍感謝いたす。共に敵を打ち払おうぞ。お前さんは職にとって大事な人だからね。さあ、気合を入れていくよ。すごいな、銀兵。父上も喜んでいると。いつもながらお見事な武勇。策に出番もありません。我が娘ながらとてつもない豪遊よ。その首もらい受ける。いざ。戦を知らぬバカ者、首を差し出しに来た。一人で勝てると思ったか。のぼせるな。もう抑えられない。最後に勝利するためにな。
という武勇。敵将撃ち取った。これ以上は好き勝手させん。自分が止めてみせよ。力強い部だ。父上に一番似ているのは君かもしれない望みとまらば、容赦せぬぞ。よくぞ敵を退けた。勝ち時をあげよ。この慶州に我らが義は届いた。これでいよいよ曹操との決戦も目前か。だが呉がこの先どう動くか。局面は複雑さを増した。それでも私たちならどんな困難も乗り越えられます。勝ち続けましょう。みんなで父上と共に。ああ孔明、シゲ、俺たちの策はなったよ。これで定率は均衡を失い、見事の戦いはより熾烈に。
いや、今はただこの勝利を祝おう。駅周へと続く空よ、この勝ち時劉備殿へと届けてくれ。軍神の武威が慶州の大地を大きく震わせた。関羽の軍は徐々の策を得て窮地を打開。包囲する魏軍と銘を破り義に組みした呉軍とを打ち破った。これにより劉備は益州、漢中、慶州を擁する形となった。流浪の年月から一変、今や名実ともに天下の英雄となった劉備。その悲願である仁に満ちた世の実現ももはや夢物語ではない。だがその障壁となる因縁深き曹操の義は未だ強大。孫権の呉との関係もより緊張したものとなった。それでも劉備は、そしてその仲間たちは希望を胸に空を仰ぐ。乱世を終え、天下万民が安らぐ新たな世へ。真の男劉玄徳の戦いは次の段階へと進む。関羽殿が慶州を制されたとのことです。ああ、知っている。聞こえたのだ、雲長の勝ち時が。ハハハハ、兄者なら当然だぜ。なあ、長宝、正妻、兄者なら当然だよな。孫悟にもゆえあってのことであろう。心配はいらぬ、諸君なら私を信じよ。仁の世の実現まであとわずか。皆、共に新たな世を勝ち取ろう。